さあやってまいりましょう。つむつむ7周年記念耐久レース、全部紹介するまで終われませんということで、手持ちのつむをね全部紹介していく、そんな動画になっております。続いてピートとドラゴン、エリオットというキャラですね。ピートとドラゴン紹介は見たことがあるんですけど、残念ながらねあれを見たことないんですよね。実際の映画 を見たことがないので、まあ、彼がどんなキャラなのかっていうのも、ね、ちょっと想像がつかないので、まあ、緑色でしょ、まあ、多分ピッコロの仲間だから、腕が伸びたりとか落とされたとしてもまた生えてきたりとか、作品を超越すなっていうツッコミありがとうございます。はい、にしても今回あれだね、出てくるのがまたごっついキャラばっかりですね。ジャファーにサリーにんでガストン、黄色いのが一体名前がわからない。さあどんな技、あーデブデブふーん、19個しか消さないのに19ツームも必要というなかなか君高級通りでございますね。うん、ということで、まあ、鼻息でツームを消していくっていう、そんな感じなんですかね。てか全然消せてない、全然消せない。ラララララララ、ちょ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 。はーい。もう一回くらい、もう一回くらいちょっとお見せしたい。いけるか。よし。ふん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 。やっぱ19個が限度っぽいですかね。あ、あれですね。斜めにツームを消していく感じですね。うんうん。ちょ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 。ガストン、さっきもすごい出てきたよね。何ガストンってやっぱ、あれかね、自己主張強めのキャラなんですかね。だって、あれですよね、ガストン自体も多分、また、ガストン持ってるんで、紹介する動画あげると思うんですけど、ガストン自体あれですもんね。なんか、スキルを使うと、一定時間ガストンの出現率が増えるみたいな感じですよね。これ他のマイツムで使ってる時もこんな主張激しくやってくるんですね。なかなかやるじゃないですか。ということで、605ってなかなか難易度が高いですね。あ、日付超えた。ということで、ありがとうございました。ご視聴。鼻息でツムを消す、そんなツムでした。はい。